皆さん、こんにちは。本日は、まあ、こういった問題ですね。やっていきたいと思います。まず、カッコ1からいきます。10進法で表される2つの数があって、まあ、この1つを4進法で表した数と、それプラス1を6進法で表した数。共に2桁で、えー、それぞれの数字の並びが逆になるよというふうに言っています。 なので、はい、これ、どういった式が成り立つかというふうに言うと、まず4進数 AB4 というふうにできるので、つまりこれは 4A プラス B と表せますし、N プラス1は 6B プラス A というふうに表すことができます。これで計算してあげると、まあ、こんな感じの式を作ることができて、整理してあげましょう。で、そうすると、まあ B、5B マイナス1は3の倍数だよいうことに注目してあげて、B1 ずつ代入していくと 4, 9, 14、4914。 で、えぇ、ー、9の場合だと、これ結局 A は3という風にすることできますよね。なので A は3、B は2。で、四進数なので数は0から3までです。なので今回条件としても大丈夫そうですよね。はい、つまり N イコール、まあ普通に代入してあげればおしまいですね。4×3 プラス2で14。このように答えることができます。えー、続いて2番行きましょう。2番の問題に関しては、まあ小数で表したときということで割っていきます。 そうすると、648って割った後に6、また同じもの来ましたよね。ってことは結局これまた48、648、648ってくる。ということで、37分の24っていうのは0.6ドット48ドット。こんな感じにすることができます。 えー、の繰り返しで、3つの繰り返しになりますので、はい、3で割り算してあげます。50÷3 で16余り2。はい、割り切れるときは3つ目、ここになりますので、余り1だと6、余り2だと4。つまり、えー、今回、えー、小数第50位の数字は4。というふうに答えることができます。以上になります。